はい、皆さんこんにちは。投資でストレスフリーライブ、よっちゃんです。今日は4月18日、今16時15分、YouTube 録画しております。今日の仮想通貨市場ですね、踏ん張れなかったですね。ということで、今日は大きな調整が来ております。全体的に 10% から 20% ぐらいのね、下落になってきておりまして、かなりね、一気にこう、ポートフォリオの資産が減ってしまったんじゃないかなっていう方が、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ここでね、どうしていけばいいか、結構難しい局面には来てると思います。まあ、一旦やっぱりね、利益確定売りは少しした方がいいかなと個人的には思ってるんですけども、まあ、利益が出てくれば、税金対策もというところ、この辺がね、トータルに判断して、まあ、皆様にとってね、一番いい行動っていうのは何かって、その辺をしっかり見極めた上での売却の方がよろしいかと思われます。まあ、その辺はちょっとね、これは自己判断、自己責任になってきてしまいますので、まあ、セオリーからいきますね。やっぱり高値ということは意識されて、特にですね、たくさん持ってる、保有されてる投資家さんとか、あとはまあ、結構もうプロ級の方ですよね。この方たちがやっぱり売ってくるとは思いますので、この辺に来るとですね。で、やっぱり売りを酔うような展開になりますので、結構下げるときは早いんですよね。株式とこの辺は株総通貨、似てるところかなと思いますので、まあ、一旦下げてくると、我先にというね、もう売りの競争を見たくなってくることが考えられます。で、今日一旦ですね、先ほど下げ止まってまた上昇に来ては一旦いるんですけども、またさらにここからね、下がってくる可能性も十分あるんじゃないかなというところで、まあ、しっかり見極めて、このように一番結構キーになってくるね、動きになりそうなので、この辺はちょっとね、まあ、難しいところなんですよね、本当にね。どうなってくるかっていうのは誰もわからないので、この辺は皆様のその、投資スタイルとかね、その、あとは先ほど言いましたように、税金の問題結構大きいんじゃないですかね。結構利益がね、含み益がいっぱいある方、かなり多くいらっしゃるような状況が想定されるんですけども、まあそこ売ってしまうとですね、やっぱり税金でっていうところもありますでしょうし、ただね、それで放置しておくとね、やはり、せっかくあった含み益が、何かこう、泡のように、それこそバブルみたいなことになってくると思われますので、この辺がね、今、本当にジレンマというか、非常に動きづらいんじゃないかなと、本当に、なんていうんですかね、よくわかりますし、その辺がなんかこう、どうするか、どうすればいいんだっていうところでね、あとは新規の方でしたら、最近、本当ここ数日で初めて買った方なんていうのはあっという間に資金がね、なくなってきているというところだと思います。で、さらにね、減ってくるって可能性も十分あり得ますので、本当にね、誰もがね、利益出せると思ったら大間違いだなっていうところ、本当にね、楽に、稼げるとか、そういうのはちょっとね、一旦頭からちょっと切り離してですね、やっぱり冷静にやっていく方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり甘い言葉狩りではないと思います。本当に楽に稼げるっていうのは、まだ買ったことない人たちはね、よくそういう言葉を結構発生というか発してるようなところもあるのかもしれないんですけども、まあこれいざ自分がやってみたらどうなるかっていうところが一番大事なわけですから、まあ、本当にね、今たくさん、苦しんでる方とかね、本当に悩んでる方の気持ち本当によくわかりますので、本当に皆様がね、利益出せるように心からお祈りするばかりです。ということで、ちょっとね、個別の方、見ていきたいと思います。個別ビットコインがまず615万円ぐらいですね、9.3%。いよいよ来たかという感じでね、もう下げてくんだろうなって思ってたと思います。皆さんもね、ようやく来たかというところが。最近それでもなかなか来なかったんですけど、今日久しぶりに、来たなという感じかなと思われます。友達からもですね、柄が一旦終わったかなっていうちょっとメールが来てましたし、やっぱりね、そういう感じで結構不安に思っている方とか、まあ友達はあんまり不安に思ってないかもしれないですけどね、皆さんの周りの方も結構特に持っている方ですよね、たくさん持っている方持っているほど、やっぱりこの気持ちっていうのが、エネルギーっていうのも、高まっていると思いますので、本当に皆様がね、また、楽しめるようにというか、利益が出るように心からお祈りしております。で、今日下げ幅でかいところですね、この辺から見ていこうかなと思うんですけども、そうですね、やっぱり 20% 超えているところがちらほら出てきてますから、さすがにっていうところもあるんですけども、
まあ、やはり上昇が高かったところですよね。ちょっとリップル見ていきましょうか。リップルが 21% 下落149円。リップルもね、これからどうなってくるかっていうのは結構鍵になってくるところもありますので、の相関性高いものは、スラルメとかありますのでね、この辺がどうなってくるかっていうのも結構大きな問題というか、キーポイントになるのかなと、個人的には考えています。その中でね、結構頑張ってるなっていうのもあるんですよね。IOST なんかも最初、序盤は上げてたような局面もありましたので、他が下げる中ね、今見てみると 4.5% ぐらいしか下がってないんですね。結構 IOST、強いんじゃないかなって個人的に、思っております。まあ、このままあ、ね、またちょっと待機ってまた10円目指す動きになる可能性も十分あるのかなと思います。その他ですね、一応ビットコインキャッシュ、ライトコインなども 20% ぐらいの下落なんですけども、ビットコインキャッシュですね、21% 下落、101,761円。ビットコインキャッシュはなんか下げてる割に意外とこう強いというか弱くないっていう感じはしますね。これはまあ個人的なものなのかもしれませんけども、21% 下げてるわけですから、まあ、ちょっとこう弱い方にね、回してもいいのかなと思うんですけど、なんか弱くはあんま感じなかったですね。その他そうですね、ちょっと下げがきつくなってきたのは、OMG とかですかね、19%、896円。ちょっとこの辺下げはきついなっていう感じもあります。まあ、イーサリアムクラシックも上昇してましたので、まあ、調整の範囲かもしれませんけど、20% の下落になっております。あとはそうですね、ベーシックアテンションとかも結構底堅い気もしますね。高値付近だなって一瞬意識されても不思議ではないんですけども、まあ、14% の下落に踏みとどまってるっていうことは、何か先高感はね、ベーシックアテンショントークンとか、まあ、IOST、エンジンコイン、このあたりはなんか先高感強いのかもしれない。慌てて売ろうっていう感じのね、動きが見られませんので、この辺意外と底堅いのかもしれないですね。まあ、というように今日はですね、本当にこう、お伝えするニュースになりそうなところがいっぱいあってですね、ちょっとこうバラバラのね、お伝えになってしまったり、あとちょっとこうエネルギーが高まっていた部分も多少あるのかなというところでありましたけども、またちょっとね、細かくね、もう一本ぐらいちょっと YouTube の動画上げていってもいいかなと思ってますので、ちょっと一本目はこの辺で終わりにして、次はもう少しフォーカスして、ちょっとポイント絞ってですね、今日はトータル的には今まず1本目はこのような形で終わりにしていこうかなと思います。今日本当動いてますので、皆さんかなりね、エネルギーが高く、私の動画もなってるかもしれませんけども、なってるようなことから想定されますが、ここはぐっとね、落ち着いて、冷静に判断して、先ほど言ったように、まあ、利益がある方は税金の問題など、トータルに判断して行動した方がいいと思います。まあ、その辺も自己責任になってしまうんですけど、とにかく私は皆さんがね、本当に、たくさん稼げますように心よりお祈りして、この YouTube 一旦終わりにしたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。